赤星です。どうもサクサクミルク赤崎です。貸し出せ、お願いします。あー、今回はポッポや水道橋店ということで、はい、東京ドームの近くにあるお店に行ってまいりましたということでございます。はい、ね、JR 水道橋駅東口からのもうすぐのところに、お1分ですよ、ございまして、でですね、日本橋小伝馬町に実は本店があったんですけども、はいはい、2018年にね閉店しちゃったんですよ、うん、ね、なのでまあ現在はこの本店にあったと思われる看板が水道橋に移動してますけども、そうですね、そういう状態でございますということでね、食券から見ていきましょうか。基本メニュー、ラーメン、つけ麺、油麺、海の塩ラーメン、特製味噌ラーメン、旨辛麺、旨辛麺、油麺、ほら、うわー、最後入れてない豊富だと、豊富、バラエティーが豊かな食券でございますね。いっぱいありますね。で、その中でもですね、ラーメン10杯食べたら1杯タダということでね、記念すべき1杯目は油麺ということでね、選択しております。油麺もカウントされる、カウントされる、カウントされる、カウントしました。こちら油麺大盛りの野菜増し、肉増し、セバルジュ、濃厚旨味油、玉ねぎ増し増し、味濃い増し増し、特大濃い、うわー、もう今日言わない日なんでしょ、言わない日なんすげえな。油2種類ありますよ、ね、はい、ひとまず、じっくり後でご覧くださいということでね、まあ、まずはね、今回はチャーシューを増してるんで豚からいきますが、あ、いい豚っすね。薄豚ですけども、ちりばめられた先ほどの油によってですね、強豚になっておるんで、強豚進化したんですね。そうなんですよ、アイテムかなんかだった、オーガぐらいすごいかもしれないですね。オーガちょっとピンとこないぞ、ピンとこないよ、3回言いますね。野菜もね、返しも存分に抱えて、しょっぱうまいですね。いや、いいところからつまんでいった、うん、そしてちょっとね、はい、反対側に移しまして、玉ねぎも乗ってますんで、おー、いいですね。このように、ま、玉ねぎ野菜って玉ねぎも野菜ですから、まあ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 、もやし類ならともに、そう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 、おっと、その時見てください、これなんだこれ、お、なんか黄色いっすね。なんと油と野菜の間にね、生卵が入ってたんですよ。あ、そうか、あら、写真からは見えませんでしたが、まあ、頂上にね、ニンニクもさらに乗っていたんで、旨味油などと混ざって一気に口にいろんな味が押し寄せて、うん、はい、大丈夫ですか、これ見てください、これね、何と思います、これ、なんすか、何見えますか、なんすか、見えない、見えないですよね、これキクラゲとよ、一番いいキクラゲね、さらにですよ、こんなも入ってます、これメンマも入ってるんですね、さすがすぎるな、全部漢字に漢字でやっていきましたけども、うん、それにゴリゴリタイプのホワイトペッパーですよ、レアじゃないですか、これはね、ブラックペッパーもあるということで、あ、なるほど、2種類、同じ画像にしか見えない、そうですね使い回しました、いや違う違う、そう思っちゃうね、それぞれ入れてますんで、はい、さらにね、特製辛味醤というのもあって、僕は少しだけ入れてましたんだけど、混ぜ野菜がうまいですね、今のところこれ野菜混ぜて食べてるだけですから、麺やっと麺です、やっと麺、やっと麺、やっと麺です、ここに、太い太いですね、ノーカットで見てください、はい、非常に美味しかったんで、まあ、ちょっとね、言葉数が減っていくと思いますが、気になるんで、これメガネの味方がちょいちょ い, いや、やっぱり一回一回レンゲ下ろさなきゃいけないからね、まあまあまあ、げるとすると美味しくてブルルってきちゃったもんね、ブルルってきちゃった、いやいや、普通変わってないですけど、変わってないですか、まあ、極太のね、超縮めなんで一気にすすると汁が巻いちっちゃうんで気をつけてください、ね、そこだけ注意しないね、食感的にはですね、かなり弾力があって、もうミノ食ってるかのような感覚ですよ、ミノね、ミノ食ってるかのような、ね、麺状のホルモン、麺状のホルモン、麺状のホルモン、そういうことなんですか、異名みたいな、麺量はですね、300g 大盛りずつあるんですけども、小だと200なんで、あー、そうなんですね、まあ嬉しい量なんじゃないでしょうか、まあ食べやすいと、まあまあそうね、今油そばとか油麺とか言っちゃってますけども、まあ麺はスープは入ってますよという感じで、まあまあ、甘めのスープで、強く太ましい麺にも負けておりませんという、太ましい麺、たくましいみたいな負けてある。ただね、やっぱちょっとこってるのは多いんで、ここでちょっとね、油が気になったら酢を入れてですね、さっぱりと召し上がっていただきたいということでございます。2種類油が入ってるとやっぱね、コクもこってりも全然違うんで、なるほど、どっちも僕は入れてほしいというのがおすすめでございます。はい、そんなこと言ってる間にもうなんかつまりかく食べちゃった、あっちゅうまでしたね、あっちゅうまや、すごいコクのコクールのいや、ガチガチちゃうマシマシルーラー 89.3 ということでございましたということで、あっからはみ出そうだったね、はみ出そうでしたね、ちなみにポッポ屋、あ、ポッポ屋ですけど、ポッポ小さい店だね、ポッポ屋ですけど、はい、なんとですね、晴海トリトンスクエアという
あの何でしょう、あの海の近くにある商業施設の中にも綺麗な商業施設の中にもここにあるんですよ。あ、そうなんですね。こういう店舗あるんです。そう、あの意外な場所にあるのがポッポ屋ということで、皆さんご記憶いただきたい。だって日本橋と東京ドームと晴海トリトンスクエアだよ。すごいじゃない。晴海トリトンスクエアに馴染みがないからちょっともう分かんない。晴海トリトンスクエアあるあるないですか。はい、長いっていうあるあるじゃない。まあお台場から近い場所。あ、そうなんだ。そう、あのあたり行ったら、あの、候補に入れてみてもいいかもしれないね。はい、というわけで、ポッポや水道の視点ごちそうさまでした。うわっ、ポッ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 。Thank you.